ドラゴンボール悟空の交通安全。おい小僧、俺様が通るんだ。そこをどけ。なんだよ、オラの方が先に渡ってきたんだぞ。いいからどけってんだよ。おめえの方が後から渡り出したんだから、そっちが戻るのが道理じゃねえか。ちかわいくねえガキだぜ。ならば俺様がどかしてやら。なあ、西の都ってどこにあんの？西の都？うん、ほら、ブルマンちに呼ばれてんだ。あっちです。あっちか。わかった、サンキュー。すごいなあ、都会は。クリリン、本当にこの道でいいのか？え、何ですか？だから、ブルマの家はこの道で。あ？もうじれったい。こっち来い。なんじゃと？わからない？はい、どうやら道に迷ったみたいで。しょうがないな。じゃ、ブルマさんに電話して迎えに来てもらうとしよう。それが、電話番号を聞くの忘れちゃって。たくもん。あ、しようがないな。誰かに道を聞くとするか。すみません。あ、バカ野郎、どこ見てんだこのガキは。大丈夫？大丈夫？ほほいい坊や、道へ急に飛び出したりしちゃダメよ。車は急に止まれないの。そうだそうだ。あなたね、急に飛び出したりするとこういうことになっちゃうかもしれないのよ。信号のない道では一度立ち止まって、よく右と左を見て車が来ないことを確かめてから渡るの。わかった？うん。よし、いい子ね。気をつけろよな。あら、ちょっと待って、運転手さん。この道は徐行しなきゃいけないんでしょ？俺はスピードなんか全然出してないよ。まあ、嘘おっしゃい。徐行してたらこんなにタイヤの跡が残るわけないでしょ。あら、すんません。おまわりさん。はい。
あしら知り合いの家を訪ねてきたんですが。道に迷ってしまったんです。あ、ここへ行きたいんですけど。ん？あら、交番の近くだわ。お知り合いの名前は？古間さんです。ね、はん、自分でやるよな、まったくもう。何？いえ、なんでもない。来た、誰かな。はい、こんにちは。いらっしゃい。誕生日おめでとう、ブルマ。おめでとうございます。ありがとう。無天老師様は？まだよ、ソン君も来てないわ。そうか、ちょっと早すぎたかな。いいえ、ちょうどよかったわ。手伝って。うふ、助かった。道知らねえか。あら、西の都なら私も今から行くところよ。ほんとか。こんにちは。あ、本日はお招きに預かり。挨拶はいいですから早く入ってくださいよ。え？私はスノ、親戚の家へ遊びに北の村から出てきたのよ。あなたは？ん？ブルマってやつの誕生会に呼ばれたんだ。飯を腹いっぱい食わしてやるからって。あ、ほら見えてきたわ、西の都よ。へえ、あれが西の都か。友達の家ってどこ？何丁目？あ、そういえば聞くの忘れてた。まったくしょうがないわね。くださいね。すいません。親戚とデパートの前で待ち合わせてるの。一緒に来て、合わせるから。あ、デパートあっちなのよ。わっ、ちょっと待ちなさいよ。え、急に飛び出しちゃダメって言ったじゃない。あ、そっか。そうよ、すぐそこに横断歩道があるでしょ。ん？横断歩道？ほら、今信号が青になってるでしょ。青の時はあそこを渡ってもいいの。それ以外はダメ。よし、渡ろう。あー、ダメダメ。
して。信号青だぞ。ああいう風にね、信号がパカパカし始めたら渡り始めちゃいけないの。めんどくせんだな。めんどくさくてもルールは守らなくちゃいけないのよ。たった一人のわがままから大事故になることだってあるんですからね。なるほどな。たーくん、何してんだ悟空のやつ。スノちゃん、スノちゃん、おばさん、あ、お姉ちゃんだ。いきなり道に飛び出すと危ねえぞ。車急に止まれねえんだから。皆さんのご協力に感謝いたします。失礼ですがお名前は？おら孫悟空だ。あ、そうだ、おめえブルマのうち知らねえか？え、ブルマ？おい悟空、わわわわわわわしらもう。でもオラ一人に多すぎた。ちょっと食いすぎちゃった。もう悟空。どうしたの？さんざん待たしといて。あのさ、聞いてくれよ。オラ今日はいいことしてきたんだ。交通ルールをきっちり守ってさ。それとどこが関係あんのよ。一人で全部食いやがって。うわー、何すんだよ。うるさい。みんなお腹ペコペコだったんだぞ。みんな、いくら急いでても交通ルールは守らなきゃダメだぞ。その通りじゃ。みんながルールを守れば交通事故などはなくなるんじゃ。だからさ、許してくれよな。うるさい。それとこれとは別じゃ。食い物の恨みは恐ろしいんだ。皆さん、交通ルール守りましょうね。はい。掴もうぜドラゴンボール、世界で一つが秘密。探そうぜドラゴンボール、世界で一つ愉快な奇跡。この世はでっかい宝島。そうさ、飛び出しやめよう、ぴったり。今日もどこかで事故がある。そいつ必ず防ぐぜボーイ。焦る心を落ち着けて、信号守って道を渡る。手強いチャンス追いかけよドラゴンボール、世界で一度意外したドラマ。